どうもこんにちは、舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、個人事業主の方がどうしても避けて通れない、まあ、病気ですとかね、怪我で長期の入院をした時に、個人事業主の方、特に一人でされてる方は自分の事業がその間に止まっちゃいますよね。その自分の事業が止まっちゃう間の売上ゼロを補填するため、もしくは防ぐために、実はね、健康保険の傷病手当制度っていうのがあるんですよ。こちらの方を紹介しようと思いまして、もう一つ動画の方を作ってますので、動画概要欄、こちらの方からね、ご覧いただきたいと思います。なんとね、普段の営業の売上の3分の2を補填してくださるんで、まあ、これによって入院中なんとか乗り切ってくださいってことなんですよね。確かに個人事業主の方、自分で特定の任意な民間保険にかけてない以外は何も自分の保障ないわけですよね。でも健康保険制度の中にはあまり知られてないんですけども、傷病手当制度っていうのがあるんで、こちらの方が使える可能性が強いんですよ。またですね、あまりにも高額な医療費がかかっちゃう場合、当然ですけども高額医療費制度っていうのがありまして、10万円を超える部分については後で還付されるんでね、これも安心ということになります。またですね、地方自治体、都道府県、それから市区町村によっては独自の支援金制度や応援金っていうのがありますので、こちらの方も健康保険課か何かにね、問い合わせていただければと思います。お住まいの市区町村の窓口、つまり市役所などにご連絡いただいて、自分はこういう状況で長期で休まなくてはいけないんだけども、何か売り上げを補填するようなそんな制度はないですかと問い合わせていただければと思います。それでは今回は以上です。いってらっしゃい。